私に与えられたテーマは、安保三文書の本質は何をもたらしたかということです。この安保三文書、よく言われているのは皆さんもご存知の通り、日本の安保政策の大転換だと言われております。中身はですね、ポイントとして、まあ、レジュメにも書きましたけれども、まあ、ここにあるここで反対していますミサイル、要は敵基地攻撃能力の保有とかですね、自衛隊の強化、民間施設の軍事利用、そういったポイントがありますが、その背景についてはなかなか日本のメディアも語らないところがあります。それは何かと言いますと、アメリカの軍事戦略、特に中国包囲網を中心としたそういう戦略の要請のもとにこの安保三文書が作られているということです。その戦略に忖度した結果がこの安保三文書に現れているということです。結論から申し上げますと、アメリカの軍事力あるいは軍事費、そういったものの肩代わりを日本がさせられ、さらにこの日本の中の軍事費、軍事力強化、沖縄はじめ南西諸島、九州ということが言うことができると思います。安保三文書はですね、実は外交文書としては大失敗だと私は思います。国会の政府答弁ではですね、敵国を明記してないなんて言ってますけれども、よく読むと完全にですね、中国、ロシア、北朝鮮を明記して、こういった国々があるから安保情勢が非常に環境が厳しくなっていると明確に書かれているんですね。なぜ外交面でこれ失敗かというと、この3国各国を名指しした上で、敵基地攻撃能力、要はあなたたちの国の基地に攻撃できるそういうミサイルを持ちますよということを宣言したに等しいわけですね。で、今の日本のメディアがほぼ報じないのは、それに対する参加国の反応です。私は独自にいろいろ取材して調べましたけれども、はっきり言って参加国とも非常にブチ切れてます。反発してます。日本が挑発してると。日本が脅威になってきたと。で、これに対して、じゃあこの参加国はどうするかって言ったら、それに対応するわけですね。じゃあミサイルを持つんだったら、例えば沖縄に配備するんだったら、私たちもそれを、その基地を攻撃できるようなミサイルをきちんと持って、標的として定めようというような対応をするわけです。よく安全保障のジレンマと言いますね。軍拡を進めると、その相手国もそれに対応した軍拡を進めることによって、これが軍拡競争になり、より衝突の緊張を高めてしまう、より有事や戦争を招く恐れを招いてしまうという、これは安全保障のジレンマ、自国の防衛と言いながら結果実はそういう戦争を招きかねない状態を起こす、そういったことをですね、実は安保三文書を招いてしまっている。自ら日本がそういう安全保障のジレンマに陥るようなことをやってしまっている。これ外交面で見たらどうなんですかということなんです。私1月8日月曜日、人間の安全保障フォーラムという、琉球新報とゴルバチョフ日本財団、主催のフォーラムをでコーディネーター知事も招いて佐藤勝さんとやりましたけれども、やっぱりですね、この2人の認識で一致してたのは、今の日本のメディアにあるコメンテーターがみんな軍事の研究所の誰かとかですね、そういうもので外交政策や政治によって戦争をどう回避するかっていう議論が徹底的に書いてるということなんです。だからメディアも一体化してこのアメリカの軍事戦略、中国包囲網に忖度しているというのが今の日本であり、その一番の犠牲となるような場所がこの沖縄なんです。まずこの認識を共有しなければいけないと思います。去年のですね、1月1日の元旦号で琉球新報がスクープしたこの、防衛研究所の提言、もし南西諸島で
中国と戦争が起きた場合、これこの皆さんもこの高橋さんというテレビでよくご覧になっていると思いますけれども、こういうことを言ってるんですね。半年一年自衛隊が戦ってなんとか持ちこたえれば、世界中の米軍がここに来て沖縄に来てなんとか戦況を逆転できる、最終的には勝利できる、そんなことを言ってるんですよ。要はですね、日米のガイドラインではここに有事が起きた場合、最初自衛隊が戦うことになっているんですね。その後まあ米国が戦うどうかっていうところになるわけですが、今日本のこの防衛研究所が考えていることは、半年一年持ちこたえないといけないということなんです。皆さん想像してみてください。沖縄戦4月1日に読谷村に米軍が上陸して、9月7日に終戦の調印が行われるまでのわずか5ヶ月間でどれだけの人が死んだんですか。20万人余りが死んだわけですよね。ましてやこの時の時代のですね、兵器とははるかに違う近代化された兵器が、例えばミサイルなどが使われるわけです。それをですね、半年一年、そういうことを持ちこたえないと戦況を逆転できない。そんなことを考えているわけですね。これを補強するかのように、実はアメリカのですね、国際問題研究所という、こう、戦争を研究するようなシンクタンクも、台湾防衛戦をやったら、非常に多大な犠牲があるというふうに言ってます。そして、県内の、沖縄県内の民間施設、さっき言った港湾とかですね、空港、そういう施設を使用するのは必要だと言ってるわけですね。これが実は出たのが、2023年1月11日、ちょうど1年前ですね。安保3文書が出て、約1ヶ月後ぐらいです。これどういうことかというと、おそらく安保3文書はきちんとアメリカ側の要請の下で民間の施設利用が明記されたという読み解きができるのじゃないかなと私は思います。この間、特定空港、特定港湾、まあ、特定重要施設と言われてきたそういう民間施設、防衛力のために利用する施設が全国で32カ所を指定されました。そのうちの12カ所が沖縄です。これまでですね、今まで基地負担というとわずか国土面積 0.6% に7割の米軍専用施設が集中していると。だから普天間の代替施設は県内じゃダメなんだと、県外なんだと言ってきてた私たちの負担、基地負担のフェーズというものがですね、自衛隊のミサイル配備、さらにこういった民間港湾、空港、さらに坑道、そういったものの軍事利用によってですね、飛躍的に負担が高まった。もちろん騒音とかですね、事件事故という平時における負担もあります。大きいです。生活の影響大きいです。しかしいざ有事になった場合、そこが狙われてしまう、そこが火の海になってしまう、この負担というのはですね、飛躍的に大きいんです。だから負担を考える場合、基地負担を考える場合、やはり平時の負担と有事の負担両方あるんだということを考えていかないと、果たして私たちがこのミサイル、自衛隊といえども配備を許していいのかということを考えざるを得ないわけです。じゃあ一体有事になった場合、私たちはどうやって、逃げたらいいのでしょうか。国民保護はほぼ自治体任せになっています。県や、先島の石垣や宮古が一生懸命シミュレーションしています、避難の。例えば沖縄県、船舶や航空機を用いて通常の輸送力よりも 2.36 倍の1日あたり 2万1784人を宮古や八重山など先島から九州へ、移送させるというのを試算しております。航空機を1日に52便運航させ、船舶は1日に1500人運び、6日間で九州への避難を完了させる。石垣、
市民避難に 9.67 日を必要とし、航空機は延べ435機、宮古島市、観光客を含む避難に必要な航空機総数延べ381機、これどこの民間空港、JAL でしょうか、ANA でしょうか、どこがそんな約束したのでしょうか。さらにですよ、民間空港港湾を軍事利用を普段からやっておきながら、そこは相手国から攻撃の標的になるにもかかわらず、そこから住民を逃がすというんですか。この決定的な矛盾というのを国は一切説明していないわけですよ。私たちはじゃあどうするの？シェルターですか？シェルター、 かっこいい言い方ですが、沖縄戦の時にあれだけ私たち業を掘って逃げたじゃないですか。その結果どうでしたか？今ですね、沖縄の食料備蓄がどれだけあるかというようなことを取材して、を進めようと思ってますけれども、おそらく、先ほど防衛研究所が言ったような半年一年、冗談じゃないっていうぐらいものすごい短期間で、飢餓が来ると思います。沖縄の例えばシェルター作ったとしても、じゃあこんな島国離島県でですね、その人たちがどれくらい生きながられるかというような試算が今重要なんです。こういうふうにですね、具体的に有事が起きた場合、本当に私たちは逃げられるのか、シェルターの中で持ちこたえられるのか、徹底的にこう突き詰めていくと、これはですね、沖縄にとってはもう取り返しのつかない惨劇になる。こういうリアルな数字でもって、これはもう戦争自体が非現実的なんだと。だから有事になったら、戦争になったらどうするではなく、もう有事戦争になったら終わりだから、こんなのはもうできませんと。沖縄から強く言っていかないといけない。有事になったらもう終わりだというようなことを考えないといけないと私は思います。ではここで議論されているミサイル敵基地攻撃能力ですね、こういったこれの危険性なんですけれども、もちろんずっと日本が防衛安全保障政策として取ってきた専守防衛の逸脱と、これは憲法の精神にも反しております。そういう大きな問題もありますが、先ほど私が申し上げたように相手国に脅威とか挑発に受け止められ、向こうの軍事技術が装備品が私たち沖縄に向けられるんだということをまず考えないといけません。これに関してですね、私中国昨年10月末に、北京の学術会議に参加しましたので、中国の学者たち、北京大学は、まあ、日本でいうと東京大学みたいなエリートの大学なんですけれども、そこの教授たちと真剣に、まあ、酒も飲み交わしながらですね、聞いてみました。一体今の日本の動きをどう見てるのか。やはりですね、挑発に映ってるって正直言ってましたね。皆さんのにお配りした、資料の中にですね、一つの中国をめぐる合意とあります。ちょっと、スクリーンが読みにくいので手元で皆さん開けてほしいんですけれども、1971年10月に国連総会の決議で、実はこの一つの中国が決議されています。最後の方ですね、中華人民共和国のすべての権利を樹立して、その政府の代表が国連における中国の唯一の合法的な代表であることを承認し、蒋介石の代表、これは台湾ですね、彼らが国連のすべての国連組織において不法に占領する場所から直ちに追放することを決定する。これ実は国連総会で決議されたものです。要は今の中国が唯一の合法的、政府なんだということが国連で決議されています。1972年9月日中共同声明、田中角栄さんの時代ですね、
この時にもここにありますように、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認するということがあります。さらに1978年、福田康夫さんの時代の日中平和友好条約、これでも全文で共同宣言の内容をまず確認しましょうということがあり、さらにですね、この1と2に注目してほしいんですけれども、まあ、もちろん相互不可侵、内政に対する相互不干渉などがありますが、2番目、一番大事なところですね、相互の関係において、すべての紛争を平和的手段により解決し、および武力または武力による威嚇に訴えないことを確認するというのがあるんです。中国は実は日米同盟、日米安保条約、まあ、これに対して反対とかそういうことは言いません。これはその国の、まあ、外交上の条約ですから、反対じゃないという立場です。ただし、それはなぜか、私たちには日中平和友好条約があると。要は中国と日本の間に。だから、この条約に基づいて、その内容を遂行される。その信頼関係こそが私たちの外交なんだと、今言ってるんです。それが中国の立場。ここにあるように、紛争を平和的手段解決するときには、武力または武力による威嚇に訴えないという文言がありますが、敵基地攻撃能力、安保三文書の内容は、この日中平和友好条約の規定に違反してるんじゃないですかというのが中国の立場です。さらに、台湾とは、統一を最終的にはやりたいという希望がありますから、台湾有事に対して日本が自衛隊を送るとかですね、そういう参戦した場合は、彼らにとっては、内政干渉に移る。まあ、それは、ここにある、日中平和友好条約のように、内政不干渉に違反するんじゃないかというのが中国の立場です。ですので、今日本の政治家メディアみんなこの日中平和友好条約の中身を忘れてないですかということを中国の研究者たちは言うわけですね。これにどう反論したらいいんでしょうか。価値観外交でしょうか。民主主義、台湾の民主主義を守るために、じゃあ自衛隊を台湾に派遣するんでしょうか。これは中国がですね、国連決議あるいは平和友好条約、これに違反していると、要は国際法違反だという主張されてもですね、どんな反論ができるんでしょうか。アメリカだって表向きは原則一つの中国ということを認めているわけです。じゃあですね、日本は今後防衛力を強化し、敵基地攻撃能力を持ち、アメリカからトマホークを爆買いし、そういったことをやっていけば、抑止力に本当につながるのかどうかというお話をしたいと思います。これは北朝鮮のですね、最近私が年末に入手した軍事的な技術戦略です。金正恩氏も兵士数よりも技術が重要と理解し、軍の改革近代化を急いでいる。彼が特に重要と考えるのはドローンである。で、北朝鮮のドローン開発生産課題は、イラン、ロシア、中国などから得た技術を結集させたドローンの大量生産だ。航空ドローンの課題、超高ドローン、神風ドローン、特攻機ですね、長距離攻撃ドローン、長距離技術攻撃ドローン、全天候対応必須のドローン、海洋ドローン、ですね。で、私はこういう質問をしました。大量のドローンでもって日本の原発を攻撃する軍事シナリオはありますかと聞きました。そしたら、そんなの必要ないと。ハッキングシステムによって、コンピューターネットワークのほぼ全ての防衛システムを破壊する能力を持っていると。必要であれば韓国、日本、さらに米国のエネルギー戦略施設も、にもハッキング攻撃ができるって言うんですね。北朝鮮はですね、もう
8歳ぐらいの子どもたちをそういうハッキングのスクールに通わせて徹底的に育成してます。で、聞きました。北朝鮮の今のハッキング技術からすると、今の日本の電力とかのインフラ、十数分で、ロックアウト、電源喪失ですね、できると聞いてますけれども、本当ですかって聞くと、いや十数分もいらない、8分だと言いました。では、今私が言った北朝鮮の技術力がここまで来てる。で、しかもロシアと中国とこれ技術を今シェアしてるんですね。人民解放軍、中国軍がこれだけあるということをまず見ておいてください。日本は25万人です。軍事費に至ってはですね、アメリカがやっぱりダントツなんですね、85兆、次いで中国27兆、で、これちょっと2年前ぐらいの資料なので古いですけれども、今日本が6兆を超えてますけれども、この時点では5兆という、すごい差がありますね。で、一番驚きなのはですね、これです。軍事費をどれだけ増やしているかという話ですね。中国 95%、2010年と20年を比較したら増やしてるんですね。で、韓国、イスラエル、インドとか増やして、オーストラリアも、日本も、まあまあ、これからもっと増やしていこうということです。見てください。アメリカ、マイナス 10.1%。これどういうことかということです。アメリカは、自分たちの軍事費を減らしてですね、オーストラリア、イギリス、カナダ、日本が一番急先鋒ですね。そういったところの軍事費を増やさせて、同盟国に自分たちの軍事力、軍事費を肩代わりさせるというのが今のアメリカの軍事戦略であり、これに一番忖度して乗っかっているのが岸田首相です。5年間で43兆円という、そんな数字を出してきたわけですね。ということで、こういう日米首脳会談、この写真が話題になりましたけれども、一国の首相がこれだけ腕を回されて、ありがとう、43兆円と言われている情けない写真として、岸田氏は満面の笑顔。悲しくなりますね、これを見ると。じゃあ、この、アメリカの肩代わり戦略、43兆円の話しましたけれども、おそらく先ほどの北朝鮮のドローン開発の考え方を見たら分かりますように、おそらく、今43兆円でトマホークをですね、爆買いして配備する頃にはポンコツですね。オスプレイと同じような感じで、おそらくこう欠陥とかも時代にそぐわないやつをもう日本に全部売ったろうというのが今のアメリカの軍産複合体武器の商人たちの考え方じゃないかなと私は思ってます。要は武器の一層セール、全然非対称な軍事力、軍事技術をわざわざ買ってくれる国があるんだと。ありがたや、ありがたや。というのが今のアメリカであり。で、今、私たちが戦う、軍事合理性から考えても、ドローンや無人機や宇宙技術、サイバー攻撃、そういったものが世界の戦争の先端と行こうとしている中で、ポンコツを買わされていく。オスプレイ、トマホーク、辺野古です。その辺野古です。これ最たるものですね。肉弾戦を中心とする殴り込み部隊の海兵隊ですよ。どれだけ時代遅れのものの基地をですね、9300億円、もっとかかるでしょう。12年かけて作るんでしょうか。軍事合理性からしてもめちゃくちゃおかしいですよね。このことをずっと私たちも言い続けないといけないと思います。2018年、私が東京報道にいる頃、木馬さんという元防衛大臣、これ初代の防衛大臣ですね。要は防衛に関しては非常に精通している、国会議員でしたけれども、この方がこんなことを言ったんですよ、インタビューで。もう引退後ですけれども、辺野古、普天間、本当にいるのかと。なぜなら、もう軍事技術がすごい発展してるから、
そんなものも肉弾戦でのこの海兵隊なんていらないんじゃないのっていうことをもうインタビューで言ってるんですね。特に注目したいのはここですね、安保条約の役割から中身まで考える時期に来ていると。もう安保は昔と違ってきてるということですね。あんな広い飛行場もいらないと普天間のこと言ってるんですよ。ドローンの時代だ。もうすでに2018年、この九馬さんは予見してるというかもう言ってるんですよ。こんなもう九馬さんが言うぐらいいらないものをですね今作ってるんですよ、私たちの血税を使ってですね。じゃあなんでなのかは、これこそ止められない公共事業の弊害、私は利権だとは思います。でも九馬さんはですね、まあ海兵隊は必要だと、なぜなら日本の人質なんだと、海兵隊は人質だと言ってるんですよ。先ほど私アメリカの国民性からして、自国民の血が流れるの非常に嫌がると言いました。要は何かというと、まず海兵隊を日本の有事に引き込んで、尖閣でもいいですよ、台湾でもいいですよ、米兵に血を流させる。それにことによってアメリカ本国を本気にさせる、こういう考え方なんです。人質、だからアメリカ抱きつき戦法なんですね、ずっと日本は。だから自立できない。その一番のツケが沖縄に来ているということなんです。じゃあ百歩譲って軍事戦略的にですよ、なぜ辺野古がアメリカも日本もこうやって、作られようとしているのか。基本的にはここにありますように、琉球新報でキャンペーン報道してますけれども、利権だと思ってます。砂利やらいろいろ、もうそういう土建とかの利権、もうすでにですね、民間ではこういった詐欺事案がもう多発してるわけですよね。もちろんその公的部門、政府の部門が果たしてそういう利権にどれだけ預かってるかっていうところを追及していかないといけませんけれども、まだここまでは手が伸びてませんが、頑張っていきますので、ちょっと注目していただきたいなと思います。やっぱりこの辺野古の新基地建設を、埋め立てをやっぱり利権という視点で見るのは重要だということです。一方、じゃあ軍事戦略に戻ります。私は非常に危惧を抱いているのは、核の脅威ですね。今ウクライナ戦争がもっと長引き、あるいはガザが情勢、今もうフーシ派、ヒズボラ、いろんなところがもうイスラエルを取り巻いて紛争が続いて、これが長期化すればするほど核を使われる可能性が高まっていく。もちろん第三次世界大戦の可能性も高まっていく。この核が使われるということがどれだけ沖縄にとっても悲惨な状態を生むかということです。今皆さんにこうお見せしているのは核密約です。1969年か、佐藤さん首相とニクソンさんの間で結ばれた、沖縄に有事が起きた場合核を持ち込む、それをその密約ですね。この密約文書にはちゃんと場所まで書いてあるんです。4箇所あります。那覇基地、これはもう返還されました米軍基地です。で、読谷、これも返還されました。あと2箇所、嘉手納、もう1箇所辺野古です。もしですね、今、台湾有事、中国を睨んだ、軍事力の均衡、抑止力を保とうとするのなら、核兵器を辺野古に持ち込むという可能性が十分あるんじゃないかなというのが私の危機感です。なぜなら辺野古ではすでに弾薬庫ありますけれども、今リニューアルの工事が進んでいます。もうほぼ完了しているのかな。さらに新基地建設においても弾薬庫を整備します。さらに普天間飛行場にはない軍港も整備します。これは潜水艦や最新鋭のイージス艦なんかが寄港できるというような、軍港になると言われています。そこに
弾薬庫に地上配備型の核が配備されたり、あるいは軍港に巡航核ミサイルを搭載した原子力潜水艦などが寄港したり、そういう危険性が非常に高いと思います。アメリカはですね、核がどこにあるかっていうことを公表しないポリシー政策を持ってますので、しれっと持ち込む可能性があると思います。もちろん日本には非核三原則があるんじゃないかと言いますよね。持たず作らず持ち込ませず、その持ち込ませずに違反するんじゃないかということを言われてますけれども、この核密約があることによってですね、いざ有事があればしれっと持ち込まれても日本は何も言えないということができると思います。これ日本政府この密約のこと自体否定してますけれども、アメリカの元高官はこの密約は生きているというふうなことを言っています。そんな中、2019年、8月 INF 禁止条約、中距離核戦略のミサイルを撤廃するという条約が廃棄されました。アメリカとロシアとの間でですね。それで今中距離短距離のこれ核弾頭を搭載可能な、最低でも広島級の原爆級の威力を持っている、そういったミサイルの開発が、競争が起きてます。2019年以降なんでこれが廃棄されたかっていうと、中国の存在は大きいです。中国はずっと短中距離のこの核ミサイルを大量生産しているので、この廃棄条約はロシアとアメリカの二国間だから、中国が入らないと意味がないんじゃないかとトランプさんが主張し、プーチンさんはいやいやいやと言っている間にこうやって、廃棄されてしまって、今すごい短中距離の核ミサイルの競争が始まってしまってるんですね。なんでこれが、当時のレーガン大統領とゴルバチョフ元ソ連大統領の間で、廃棄になったかというと、短中距離はですね、長距離の今 ISBM って北朝鮮が大陸間弾道ミサイルやってますけれど、あれと違って迎撃が難しいんです。十数分とかそういう時間で相手の国に到達してしまうので迎撃が難しい、核ですよ。だからこれほど非人道的な兵器はないといって、ヨーロッパで大規模な反核運動が起きて、これを廃棄するということになったのが1987年の話ですね。これがまた復活してるんですよ。復活してる。まずこれをですね、この開発競争を注視しないといけない。なぜなら、自衛隊の瞳式ミサイル、これは敵基地攻撃能力といってやってますけれど、これを地ならしにして、場合によってはそういう短中距離核ミサイルを自衛隊がアメリカの肩代わりで置く可能性だってあるわけですよ。思い出してください、安倍さんが生存されてる時核シェアリング言ったじゃないですか。石破さんも言いましたよね。こうやって中国、北朝鮮、今はもうロシアもプラスですけれども、脅威を煽ることによって国民に非核三原則の持ち込ませずをもうやめて、そうやって核シェアしないと抑止力できないじゃないですかということが、自民党保守派の人たちの間からももうすでにだいぶ前から、3年ぐらい前から出ているわけですね。ですので、世界がもしそういう核の脅威が高まった場合、台湾有事、台湾包囲網、対中政策において核ミサイルというものが、日本配備が現実味を帯びる可能性があると私は危惧しています。実際この核中距離弾道ミサイルの日本への配備計画、どこまで進んだかっていうと、これはもうアメリカ議会でですね、これ南西諸島にミサイル、この中距離弾道ミサイルを置くという、そういうのがもう米軍が
議会に予算要求するところまで行っていて、今、ちょっとペンディングにはなっています。同盟国がやっぱり核を受け入れるというのはちょっと抵抗感があるというところでペンディングになってますけれども、そのまず第一弾としてあるのが私はトマホークの押し売りだというふうに考えています。沖縄にですね、本当に核はないのか今現在というのはずっと私、皆さんも疑問があると思います。それで私一度ですね、2019年9月に、ゴルバチョフさんのモスクワにインタビューしに行きました。何を聞きに行ったかっていうと、一応1972年に日本に沖縄が復帰する際、核兵器は全部アメリカから持ち去られていることにはなってます。復帰する前に1300発の核兵器が沖縄にあったとされております。この1300発本当になくなったのかどうか、よく基地従業員から嘉手納弾薬庫あたりにこれ核じゃないのとかいうような目撃証言などもありますが、先ほど申し上げたようにアメリカはどこに核があるか言わない政策なので実際わからない。実際1972年の復帰の時に日本政府は本当に核は全部引き上げたのか、視察させてくれとアメリカ側に要求してるんです。アメリカは拒否しました。そして紙切れ一枚でいやもう全部撤去しましたで宣言して終わったんです。じゃあその後冷戦が1972年以降ありましたよね。いろんな局面において緊張がありました。本当に沖縄から核兵器がなくなったのかどうか、当時1980年代大統領だったゴルバチョフさんは KGB、 今プーチンさんの出身母体でもありますけれども、そういうこうまあアメリカでいう CIA みたいな諜報機関ですよね。そういうところの情報から沖縄に核ミサイルが実は残ってるんじゃないか、そういう情報は KGB などから当時の大統領ゴルバチョフさん、あなたの方にありましたかと。要は1972年以降も沖縄にきちり核があり続けたんじゃないかと、そういう情報はないですかということを聞きました。そしたらゴルバチョフさんは、レーガン大統領の言葉を引いて、信用せよされど検証せよと言いました。 INF は廃棄条約をレーガンさんとゴルバチョフさん締結したときに徹底的にお互い核査察してるんですよ。廃棄してかどうかって派遣もするし受け入れもしている。だから信頼関係の下で合意して調印するんだけれども、本当にそれが遂行されたかは相手国も受け入れてちゃんと見せるということをお互いやってるんですね。じゃあ日本が沖縄が日本に復帰したときに、日本は本当はそれをアメリカに要求して、日本の主権の下で沖縄に完全に核がなくなったかって本当は視察するべきだったと私は思いますが、どうもそれがされてないということは、いつでも沖縄に核が持ち込まれる可能性があるんじゃないかなというのを危惧しております。もう、ゴルバチョフさんは墓場まで、持って行っちゃいましたけど、側近には沖縄には確実に核があるというようなことをおっしゃっていたそうです。それでもうちょっと絶望的な話ばっかりしてしまいますけれども、どうやってじゃあそのミサイル敵基地攻撃能力を配備を阻止できるかということ、非常に難しい問題ではありますが、ちょっと私なりの考えを申し上げて終わりたいと思います。今の日本、だんだんと厳しくなっているのは、まず日米同盟が国体化していると、昔の天皇制みたいにですね、神様になってしまっている、最大の国益だと。それのもとであれば多少の犠牲はもう仕方ない、沖縄など。そういうことが政治とメディアの中で貫けられている。逆に言うと対米実精神の枯渇です。唯一例えば安倍さんみたいな人が、
戦後レジームからの脱却とか普通の国になるとか、おじいちゃんの岸さんが言ってたようなことで対米自立みたいなことを考えてたかもしれません。だから少しずつ憲法を変えて、アメリカから自立していくようなことを考えてたかもしれません。もちろん沖縄から見たらそういうことは許せないことですけれど、こと対米自立という点から見ると、そういう安倍さんみたいな人たちがどんどんいなくなっていますね。それでいて今安倍派のスキャンダルですね。あれは私はどうしてもアメリカが背後にいるとしか思えない。もちろん陰謀論じゃありません。もちろん検察がやってますけれども、そこをどうだろう、どこまでやっていいのか悪いのか、まあ、そこら辺の相談役ぐらいには私はアメリカの存在があるんじゃないかなと思います。徹底的に日本という国が骨抜きにされることによって、アメリカの軍事力軍事費を肩代わりにし、何でも言いなりになっていくという非常に危ない状況があると思います。ですのでこれから問われないといけないのは自主外交なんですね。今後の外交戦略が非常に鍵を握っていくと思います。一番大事なのは対中の間で紛争が起きないこと。第一次世界大戦も第二次世界大戦も軍事突発的な衝突から発展していきました。そういうものを発展させない軍同士の連絡メカニズム、もうこれは11月の米中首脳会談で確認されました。これを実は日中でもやらないといけない。ホットラインですね、海空連絡メカニズムと言いますけれども、今ちょっと自衛隊幹部と中国軍の幹部一部のホットラインありますけれども、これもう少し政治家まで上げて、少しいざこざが起きたときに政治的に沈静化させる、そういうメカニズム仕組みが大事だと思います。短期的にはそうです。中期的に見るとやはりグローバルサウスの台頭というのが大きいと思います。インドが、まあ、親分みたいなもんですけれども、そうですね、南 アメリカとかですね、アフリカとか、そういったところがもうウクライナ戦争に疲れてるんですね。だからいくら民主主義ということを号令かけてもですね、西側諸国についていかない、だからそこら辺と取引しているロシアは国力を維持できているという実態があります。そういう世界的なパワーバランスが今までと違ってきているので、やっぱりグローバルサウスとうまくやっていく。考えてみれば沖縄なんてグローバルサウスですよ。もともと植民地だったみたいなもんですからね。こういう反植民地の国々とこう連携していくというようなことが大事だと佐藤勝さんがおっしゃってましたけれども、9月の岸田さんの国連演説は価値観外交からきちんとグローバルサウスを見据えたような演説に転換してたというような分析もされております。そういった国際的な連携協議の枠組みを作っていくということが非常に台湾有事などを起こさないために必要だと思います。考えてみればウクライナ戦争だって2014年クルミア半島が併合された時にイギリスと、ごめんなさい、フランスとドイツが仲介してミンスク合意というのがありました。2カ国が、だからこの4カ国で協議して紛争に発展しないようにしてたんですね。それをもっと持続してればもしかしたらウクライナ戦争というのが防げたかもしれないとか思うわけです。今国連安保理が非常に機能不全になってますので、関係国あるいはグローバルサウスも含めた国々との地域の安定、紛争の火種を除去していくような対話交渉、そういった枠組みを新たに作っていくということが実は日本においても自主外交で必要だと私は思います。それで、長期的にはRCEP のような経済連携が私は必要だと思います。まあ経済的な貿易などで、どん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 こう交流することによってこの RCEP はこの丸ですね、中国韓国日本と ASEAN、オーストラリアニュージーランドを加えたそういうこう経済連携です。これをもっと密にしてゆくゆくは安全保障問題まで発展させ、この東アジアの域内の紛争戦争を抑えていく、まあ、EU みたいなもんですね。
そういった東アジア版を形成していくべきじゃないかなと思います。最後に、じゃあ沖縄は何をしていくかというときには、やはり自己決定権は私たちは持っていると、すでに。国際法においてもですね、もう私たちは、People's Have the Self Determination というのが、国際人権規約の A 規約も B 規約、自由権、社会権も一条にあります。私たちは自己決定権を持っているということを基礎にですね、二度と沖縄を戦場にさせていかない、させない、そういう意思を私たちの未来を私たちが決めるという、そういった大事な基礎のもとで、発信していくということが大事だろうと思います。今の日本の政府の外交が不甲斐ない中で、今、玉城デニー知事はじめ、県が地域外交をしています。そういった国連への訴えや、いろんな諸国への訴えの中で、私たちはきちんと自己決定権を言い、二度とこういう、ここで戦争させないんだという決意を示していくことが大事だと思います。その意味で、今日皆様の運動がどれだけ重要か、どれだけ意義があるか、心から敬意を表して私の講演を終わりたいと思います。ありがとうございました。